ユーズマイナス -452 は、1960年代に、ソビエト連邦のウリアノフスク自動車工場で、開発された4四輪駆動のバン、トラックタイプのキャブオーバー型軍用車用、汎用自動車である。相性は、武ン化並びに、タブリエツ化、ゴロバシ地区。本校では、ユーズマイナス -452 の前身である、ユーズマイナス -450、ユーズマイナス -451、45 およびユーズ -452 の後期改良型についても合わせて記述する。ユーズは1954年から合力自動車工場製のジープタイプの小型軍用車両ガズ -69 の製造を開始した。翌1955年に当時のソ連軍の要求によりアメリカ製のジープフォワードコントロールを参考にして、 ガズ -69 の車台をベースにした四四輪駆動のキャブオーバー型バンタイプの軍用車両ユーズ -450 を開発した。ユーズ -450 はソ連製の自動車としては初めてのキャブオーバー型車種となった。またユーズの名を冠する初めての量産車種となり、数種類の派生車種が開発され1958年頃から量産が行われた。 1961年12月には、ユーズマイナス -450 の発展型として4二輪、駆動タイプのユーズマイナス -451 が開発され、ユーズマイナス -450 と同様に派生車種を含めて生産された。1965年にユーズマイナス -450、ユーズマイナス -451 の改良型として、ほぼ同じ外見のユーズマイナス -452 が開発された。 ユーズマイナス -452 はガズ -21 ボルガと同じエンジンを搭載し、再度4四4輪駆動が採用され、より多くの派生車種が開発された。当初はターンランプが透明であったが、1979年以降はオレンジ色のものに変更された。1985年にモデルチェンジが行われ、以降は各派生タイプにユーズマイナス -2206、 ユーズマイナス -3303、ユーズマイナス -3741、ユーズマイナス -3909、ユーズマイナス -3962 といった新しい形式名が割り振られた。これらの新車種も外観は、旧モデルとあまり変わっておらず、現在に至るまで生産が継続されている。このほか、消防車タイプの車両なども開発され、使用されている。 ありがとうございます。